神戸大学バドミントン同好会バッドボーイズの春合宿で旅館の物品を荒らしたり障子を破ったり、まあ、天井破壊とかもしてたみたいだけれども、まあ、迷惑行為が話題になってるんだけれども、いや俺もガキの頃障子よく破って親父に引っ叩かれてたりしたけれども、でもそれって小学校入るか入んねえかぐらいだからね。大学生になってこんなことやってんのアホすぎるだろ。親何してたんだよ。そしてこのモザイク越しでも隠しきれぬこの陰キャ感な。これでバッドボーイズとか名乗ってっから笑っちゃうよな。多分高校卒業するまで悪さなんて全くしたことなくて、でもどこかに憧れがあって、大学に入ったと同時にそれを実現させようとバッドボーイズとか名乗ってたんだろうな。まあでも障子破ったり物品荒らすぐらいが精一杯だったんだろうね。まあ学校側もきっちり対処するみたいなんで、しっかり世の中の厳しさを学べばいいと思います。